ジャキーでしたけど今回はデッドサイレンスやっていきましょう。デッドサイレンスは映画ですよね。確かなんか結構割と有名なホラーゲームだと思うんですけど、ね、なんか面白そう。新しいストーリーとかみんな近日公開ですけど、やっていきましょうか。はーい。プレイ。あ、始まっちゃった。はあ、始まっちゃったんだ。え、これはどういうゲームなのこれ。れデッドサイレンスは俺したことないからさ。 死の注目には点滅するライトが含まれています。死の注目には恐ろしいエレメントも強く攻撃的です。これを心に留めて自分の判断で進行してください !Dead Silence!Pray! あの、Dead Silence は、あのー、あれです。映画そうあるじゃないですか。あのな監督が作った映画っぽいんですよね、確か。で、これは何なんだろう。あ、なんか落ちてる。 個人の行方不明。パトロール中に行方不明。街の郊外では放棄されたパトカーを発見。一応行き止まりかなもうさ、移動遅いのがすげえ怖いわ。<laughs> あ、開いちゃったよあ、特に何もなしと。何もないね。このドア開かないよ。あ、そうなんだ。<laughs> あ、この、お礼に向かって言ってんのかなあ、なんか落ちてる。気のせいかあれか水の反射か。なんかあるよー。あ、も、ま、う、あ、これで殺せってこと帰える。死ね死ね。しね 死ねえ、カエル。死なねえか。キープアウト。帰れる。二匹いるな。なんか、意味ありげっぽいけど、ないのかな。じゃ、戻るか、じゃあ。なんか、登れない。<laughs> 上行けないんだけど。どういうこっちゃね。だから他行くとこないでしょ、だって。いや、これなんで。あ、これもしかして行けるけ行けねえか。えカエルが気になるんだよな。生きてるカエルですよ。こっち行けるって、なんか行けそうな感じするけどね。あ、わかった。これだ。やったー 正解イエーイさあ行こうか。こっち行くんだ。てか何、何があんのこれ。おお、落ちた線路だうわ、なんかもう怖い。列車来そうで怖い。今、ま、光ついてるからこっち行けってことだよね。こっち側行けなさそうだけどな。あ、行けないかやっぱ。謎の壁。ゲーム特の謎の壁。失礼しまーす。あああ。なんかの儀式やってる。あ、違う 何が違うんだブライアン、ここで悪魔の儀式が行われているよ誰かなんかあれかなどっか手が必要だ調査してたんかななんかやってるよね星マークで。今すぐ戻るべきだ。いや、戻る前に探索していこうよ。うれうれ。<laughs> こんなんしたら戻られそうだけどな。この赤色をすぐあれだ。SM プレイの時に使うやつだ。じゃ戻るか。戻れって書いて。え、どうしたどうしたもしもしブライアン聞こえるかい ブライアンブライアンこの信号はひどいみたいだね。まあ、地下鉄だからね。まあまあまあ、そんなもんじゃないあ、いけるようになってる。よし。うわっああああ、死んじゃったねえ、これ。<laughs> なんか、虫みたい。これ絶対夢の中じゃん。もしもし相馬も遠かなんか。ジャージュージャージャージジャージ 汚いな、このなんな変な音。なんだなんか聞こえる。え悪夢から覚めた。には場所変わってるけどな。私の名前はレスリーウィ・ウィザーズ。ここに来た日々を振り返ると、私は迷っている。私の心は海の奥深くまでさまよう。私が闇以外のものを手に入れるまでは水の中に深く沈んでいく。見ないで見ないで戻っていくるな。どういうことなんだろうな。セルヨン。 セル4は違う。セル3。セルっていうのは何だろう,うわ分かるかったのに。死亡ドア。向こう側から何かがブロックされてる。あ、このドアは壊れません。とういうことやね。え、じゃあ、こっち側。失礼します。あ、開かないか。うわーいるよね何かが。うん、いるよね鍵を見つけた。トイレ。 ロックされてるんかい。あ、鍵で、ほら。あ、違うんだ。需要みたい。あ、なんか、これ関係ねえか。後ろにいるよ。いないだ行、ね、け開かないもんね。こっちどこ行けばいいんだこっちか。ねえ、いらんて、そういうの。メインコントロールルームのようだね。なんか、急に足遅くなった。これで、電気を、セル1、セル1。セル1のドアが開いています。他のは落としたら 093523。092532か。まあ、一応覚えとくか。覚えらんないけど。これ視点変えられないのが嫌なんだよなぁ。ここでセル1ってどこだっけええええ,えドアあれえあ、気のせいあれここになんか飛びれなかったっけあ、ここじゃねえか。あー。あー。あー かるー。もう絶対行けってことじゃん。フックじゃん。デッドボイディアリとかなんかやってた、ここで。えー、怖いから後ろ向こう、俺。怖いから後ろ向いたら。うわ、トイレか。え何レゴブロック。なんかレゴ人形みたいなのが見えたけど。あ、行ける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 。行けないね。あれあー、行けた行けた行けた。はいはいはい。行けないね。こういう時はバックで行けば大体怖くない。 こっちか。ここはさっき言ったとこか。落ちたら多分めんどくさいから、こうやって、行く。こうやって行けば、えっえっオッケーああ助かるから、落下で、バックで行く。うおー減ってる減ってるじゃねえや無 <laughs> くなってる絵のマーク。 そもそもでも俺、デッドサイレンスってさ、どういうゲームが、あの、映画がわかんないからさ。ほんと。開かないじゃん。どうしたどうしたあ、なんかいるおおえ、消えないの消えないのこれホラーって大体なんか、すぐいなくなってるイメージがあるけど。あいつは、かまってちゃんなんか失礼しまーす。こう開くんだ。うわ、急に家じゃん。 雰囲気変わった。こんにちはー。こんにちはー。ンンお殺せこいつを殺せ寂しすぎて開けられない。てか、なんで急にマネキンが、しかも、こんな用途のマネキンいらないだろう。俺分かった。後ろ振り向いてる間に近づいてくんだ、これ多分そうだよ。びっくりしたー。何 何何入る誰誰心音するなぁ。心音したら隠れろって俺教わったんだけど。デッドバイデイライトで。倉庫てか、いつまで続くんだよ、このゲームは。わん、わん。お、こんにちはー。物事を見始めているの地下。<laughs> 地下室の鍵、それともクレイジーになってるだけ なんで怖、その主人公はそんな、怖がってないのこれは何のボタンだろう開いた今の時代ボタン一個で、まあそんなもんか。こう、あ、開いてる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 。こんにちは、お招きんだ。ようわ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 ,うわ え、戻んのクソこえや。クソこええやハ。ハグしよう。ハグハグ、ハグ。はい、ハグ。はい。I love you.I love you. 俺は、fuck you. あーあ。マネキン怖え、開けたお、鍵見つけただろああ、よかったよかったよかった。時間差か。え、いつ終わんの前回のさ、マネキンのゲーム俺普通に怖すぎてさ、あの、途中でリタイアしちゃったんだけど。 うおーびっくりした驚かせくだ、これさ、でも個人が作ったゲームでしょそれでこんな声ってやばいよね。あの、外国人のホラーのセンスってマジやばいからね。本当に。侮れドレイン返す。しか、こんな、ね、一般の人が作ってこんな怖いの作るってなかなかの才能だよ。本当に素晴らしいと思う。僕は褒めたい。その素晴らしいゲーム制作能力を。 どういう場所なんだろう研究所なのか言ってんや。なんかそこ開かないと思うけど。洞窟じゃん。これ一人でやるもんじゃない。みんなでやるもんだよ、これ。普通に間違えた。みんなでやればよかった。あ。おおなんだここえー、マネキンじゃん。なんか俺が様になった気分だよ。絶対これ多分ね、近づいたら、 閉じて、襲われる絶対そうだよ開かないよこれ開いたええぇ木木え？え なになに戻ってみるなえ何何戻ってみるなになになに怖いよ怖いよいや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 。何がやねんこれ。あー終わったあー終わったーああ助けてーあ終了 マジで面白いデッドサイレンスをプレイしてくれたれるとうわーこれはこれは滑らんな <laughs> えガチで面白いえこれは普通に神ゲーだよガチでえちょさあのー、さっきささっきさあったやんこれめちゃくちゃ面白いぞこれマジで死の沈黙2これはマジで面白いなんか,なんか アスレチックか何かですかこれ。最後、アスレチックで遊ぶか。俺、アスレチック前からな。ああ俺、だてにロブロックサやってないから。俺ね、ロブロクサーだから、ロブロクサー。プロのロブロクサー。あーさあさということで、今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴の話が良ければね、えー、チャンネル登録はぜひぜひよろしくお願いします。SNS 各しやってるんで、概要欄からね、フォローお願いします。ということで、えー、また次回の動画でお会いしましょう。おでとはサイレンス、神ゲーでーす。さよなら。バイ。 Bye.